ってだけ。久しぶりです、やっほー、久しぶり。本当は暇だからやりました。お疲れ様でした。見てましたか皆さん、昨日と一昨日とその前の周年。見ました？逆転王子様びっくりした。うっそー、私前もやったことあってツアーで、だからいや絶対そうだろうなって思ってたら逆転王子様でした。予想通りだったんですよね。全部見てた。お疲れ様です。お疲れ、ありがとうございます。いっぱいありがとうございます。逆転しまくってたか。こんばんは。ユニット何やったっけ。ジャンヌダルクと愛の色か。これにしよう。ジャンヌダルク9期やったんですよ。私はパジャドラと逆上がりと伊勢公園に出たんですよ。知ってますか。紙フレでね逆転やったんですよ。伊勢公園に出てる紙フレで逆転。口赤っ。逆上がりは現地で見ました。おめでとうございます。サイリウム振ってくれてる方がいました。すごいよねあれ、ファンの人少ないファンの方、なんていうんですか、当たった。リセット現地で見ました。あのファンの方が見に来てくださるじゃないですか。だから配信じゃ絶対なんか伝わらない細かいとことか、あの全体像とかも現地に来た方しか見れないので、それは現地の、あの現地で見て現地で見た方だけの特権ですよね。でも配信は配信でしか得られないものもあるからどっちもいいんだけどね。逆転王子様の厚底ヒール歩きにくくなかった。厚底はそんなに気にならなかったけど、昔ツアーでやった時はな、階段をなんか早く降りなきゃいけなくて、その靴でそれが大変だった気がする。いつかねまたこういう機会があったらね、コロナとか収まって現地でみんなが見に来れる状況ができたらいいですね。てかまだ6時なんだよ、やばくない？普通に昼じゃんまだ。てか周年終わっちゃいましたね。なんか結構長い間てか1ヶ月ぐらいかな、練習とかリハとかしてたから
なんか終わったって感じ。昼だよ6時は。夜でもないでしょ、だって。水、これが私の一番好きな水、商品名が。新公演は真紀子さんにお願いしてください。任せろ嘘嘘です、任せないでください。私に愛屋の方たちね、大変ですね。いいな、見に行きたい。私もハートありがとうございます。何があったっけ、もうなんかもう覚えてないよ私覚えてないよ、もう周年。ちょっと髪の毛直さずに始めたからボサボサ。皆さんは私が出た3公演でどれが一番好きですか？今日もめちゃめちゃ可愛いですね。ありがとうございます。逆上がりリセットリセット、あ、そう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 、逆上がり、逆上がり楽しかったな。逆上がりか、え、逆上がりも知らなくて、私公演自体パジャドラも知らなかったんですけど、名前しか、そのなんていうのセットリストとかも全く知らなくて、あの特に中曲なんてもう一個も知らなくて、逆上がり公演とかのだから、なんかすごい新鮮な気持ちで見ました。今スタバで見てます。ギャルじゃん。リセットリセットね、私すごいやってみたかった公演だったので、あのできて嬉しかったな。長い曲知らんくったし、くった知らんくった奇跡は間に合わないしよ、もう奇跡は間に合わないする予定立てたので。私木体の頭の曲好きですよ、あのなんかこういうのなんかバンバンバンみたいなやつ。ゆうゆうさんが練習してたの見てて、僕隊を。ね、リセットは昔のチームエース。2B ね、いいよね。私も 2B 大好き。うん。あれ、もう本当いいよね、あの曲。で、去年の、 あの周年でも 2B を やったんですよ私。だから1年後に 2B やった、1年後にまた 2B の衣装をやって、衣装着てやって、でその 2B の衣装も去年と全く一緒の、なんていうの、当て込みの衣装でやったから、1年後にまた同じ衣装着てた。略すじゃん、みんなそんな英語3つに略せるような曲か、あれな、泣きながら見てたんですか皆さん。チーム S になって初めて、まあチーム公演って言ったらどうかわかんないですけどね。見てて他に出たい公演あった？会いたかった。遠くてこれあれかな、見に来てくれた方ですよね。探してたんですか私を。嬉しいですね。昇格発表湧いたね湧いたねって、ギャルみたいな言葉使いますね皆さん。
その枠っていう街角のパーティーはガチ泣きした。なんであれって泣く曲かすごい楽しかったんだけど。何の話とか忘れちゃったじゃん。ね、昇格発表ありましたね。ちょっとこうやってやっとこう。パパしてる。昇格ね、9期全員昇格してよかったですね。何の収穫発表の時回ってなかった、回ってなかったです。回ってなかったです。昔から SKE を応援してた方が多いのかな。お目目赤いよ、そういうメイクだよ。皆さん、私は何のユニットを やると思って予想した、してましたか。なんかさ、みんなさ聞いてたけど私聞いてなくってさ、携帯バグってるんで充電なくなりました。なんで。もういいわ、なくなったらやめます。ジャンヌ当たった。おお、9期でジャンヌやること当たったのかな。ハートありがとうございます。ハートありがとう。パジャドラは天使の尻尾予想でしたね。え、私昔天使の尻尾あれツアーで やりましたもんね。逆転王子様だった。逆転王子様っぽいか私。あそこの公演とかメンバーで行ったら制服レジスタンス、うん、かっこいい。あれあれいいよね。動きほんと目立ってた。それで褒めてんのか。ありがとうございます。これ奇跡は間に合わないかな、わかんない。奇跡だるまありがとうございます。奇跡は間に合わないのことかな。ありがとうございますだるま。ねえ、私いつか絶対やるって決めてるんで、あれ先輩になったらできるのかな。ありがとうございます。いろいろリセットのちょっと読めないっす。毒蜘蛛とオケラ楽しかった。あそこすごい、あのオケラ違うオケラか、オケラすごいなんか踊る曲じゃないですか。だからすごい楽しかった。楽しかったなですね。今回いろいろありましたよね。オケラだよ。今日も京都で顔面が優勝してますね。ありがとうございます本当に。リセットのねアンコール好き。オケラのフリーって何？
何それ。三公園の見どころはどこですか。全部です。でも私が好きなのは、リセットだったら、どこだろうな。逆上がればアンコールとか仲良くもいい。また来年来るんでね、周年は。ミステイクの時はどこを怪我してた？ミステイクを怪我しないっすよ。曲違い。ミステイクは怪我してないけど。来年もスカイエキスポでやったし、来年は劇場でできたりですね。でもね、劇場が一番ですよね。洗濯物たちのサビが好き。いいね。脱力感全部終わっちゃったから。また次がありますよ。何かだから皆さんモチベ維持、モチベ維持っていうかあれですね、アーカイブ見ましょう。同期の昇格発表楽しかった。なんか楽しかったんですよ。なんかなんか楽しかったんですよ、あの時。なんか楽しんでた、イエーイみたいな。でも私たちも昨日が初めてチーム S で、チーム S として楽曲を披露したのが初めてだったので、なんか本当に時間めっちゃ過ぎんの早いなって思いました。だって私たちも昇格して1、3、4、5、6、7、8、9、10、半年以上経ってるのに、1回目だったんですよ。だから本当なんかこういう今のね、日本とか世界のあれがなければもっといろいろなってたのかなとか思うし、外から変な声する、まともな公演って言い方があれです。放課後です。そうだから、なんか私も研究室じゃないけど、こんな何もなかったし、チームとして活動できないから、昇格はもうないんじゃないかなとか思ってたんですよ。だから発表がないんじゃないみたいな、なんかこちらにモニターとかもなかったから、いやもう今回発表ないんじゃないって言ってたんですけど、みんなでびっくりした、びっくりしたし、みんな可愛かった。本当でももう昇格して半年も経つんですね。何もしてないし、ほぼ研究生みたいな感じだけど、星が分からんって。ケーキ万歳ね、同期最高だね。まだまだ S に昇格したかない。え、別に昇格した感がないわけじゃないんですよ。昇格したけど何もしてないってことです。ショールーム久しぶりすぎてさ、喋れない、ちゃんと日本語。え、そう、見てるか分かんないけど、
あのリップで一人だけ髪の毛染めたよねみたいなのを送ってくれた方がいたんですよ、一人だけすごいって思って、その人こんばんは、こんばんは。あのそれで、あのそう、写真投稿した時に黒染めしたみたいなリプが来て、1個、ちなみに1個ね、1個来て、あもうやばこの人天才じゃねえって思って、めっちゃ見てるやんって思って、それでリプ返しようと思ったんですよ、その人に天才かって。そしたらリプ消されてた。でもその人覚えてるんですよ名前。だからちょっといたらね、コメントにいたら今言うわ、天才かって。いや握手会も来たことある人です、会ったことある、握手したことある。消したよね絶対、消したよね、見てるよ今、見てるか。岡本彩香じゃない、あやちゃんじゃないね、あやちゃん、ちょっとあやちゃん、まあ、公園の話してるの。いやあのね、リスタートとリセットのあやちゃんとポジションが一緒で、たまたまで振りも大体は一緒なんですよ、 S とちょっと違うけど、だからですね、めちゃめちゃ教えてもらった。何の話か分からないけど、なんか私の髪の毛を黒に染めた時に、なんか一人だけリプで、あの写真載せた時にリプで、あの黒染めしたって言ってくれた方がいたんだけど、その人がなんかすぐにそのリプ消して、でだからリプ編できなかったって話、おしりんさんが教えてくれました。おしりんさんポジっていうの、あれなんポジなんだけど、もともとはね、オシンさんがやっててリスタートの時に、自分で言ってなかったっけ染めたって、言ってないよ、誰にも言ってないよ、いつの話それ去年の話でしょ。赤堀は喋り疲れてしまった。こんばんは、正味何も覚えてないです。覚えた時の振りを覚えた時のこと、マジで久しぶりなのにもうネタ切れか、ネタを提供してくれじゃどの曲が楽しかった？パジャドラの頭曲めちゃめちゃ楽しかったです。エンドロールについて、どっちのエンドロール？こっちのエンドロールか、あの最後のエンドロールか、どっちですか？あとさっき多分あのリプしましたよね、今のコメントしてくれた方あの私にあの髪染めたってリプしましたよね、しましたよね、しましたよね。逆上がり見てて好きになった、それはハートやん。しました？昇格おめでとう、ありがとう。ちょっとしました？でもちょっとごめんなさい、でもこんななんか大々的に言ったらあれだから、その全然もし嫌だったらコメントしないでいいんですけど、
どっちのエンドロールの時間？あ、話？どっちや。もう答えて誰か。どっちのエンドロールの話ですか？最後のエンドロールの話？そう、私あの最後のエンドロールを、そう、ちょっとあのありがとうございます、あの買っていただいた方、応募していただいた方、あの全然あの完売とかあるの知らなくて、あの終わった後に、あの受付終わった後に知ったんですけど、取り直しさせられまして、3回ほど、あの3日間ほどだから、もうあのそうね、私が呼ばせていただいた方の名前をもう何回読んだってぐらい読んだんですよ。もう何回ってぐらい、何回読んだってもう暗記レベルで読んだので、もう多分忘れることはないでしょう。あのありがとうございました、買っていただいた方というか、あのなんていうの、呼ばせていただいた方、ありがとうございました。覚えましたよ、もう名前わかりますよ。しかもわかるしと思ったのが、私も普通に覚えてるけど、もしなんかいつかさあれってなった時に、あれをまた見返したりすれば、その人たちは全員覚えてるから、もうね、私がもし卒業とかしても一生残るんですよね、あれって。って思うとすごいなと思って、どういうこと、認知されたければ取り直しなく、どういうこと、それ私が取り直ししたんで、だから後で、すごいなと思って、この人たち一生絶対なんか見たら忘れることないしみたいな、もう忘れたやろ、それがね覚えてるんですよ。どういうことか全然わからない。教えんできなくなった。いや、したらいいじゃないですか、別に。そんな12周年の時はこの人が好きだったけど、別に13周年で推しが変わってよって、別にあれですよ。多分きっと推しは怒らないですよ、あなたの。間に合った。ヤッホー。悲しむやん。ジュニアさんと話しましたか？話したよ。S って話したよ。あの映像後で動画でくれ、そうなんだ、知らなかった。そう、私何回も撮り直したんだよね。なんか朝撮ったからテンション低いんでみたいな、テンション低いんで撮り直してお願いしますみたいな、ちょっとはーいって、推しは増やすもんだもんね。そうだよね。うん、だって朝8時とかにさ、ちょっとさ、あのリハ前にお願いしますみたいな、これが2回目ね、賞味1回目もあったんよ。1回目もあって、これもちょっとペッてなって、2回目を撮影したんですよ、早朝8時ぐらいに。そしたらちょっと朝なのでテンション低かったら、もう1回お願いしますって3回目撮ったんですよ。えみたいな、すいません、ちょっとごめんなさいって感じ。そう、朝だからテンション低かったみたい、私の全力で読んだのに。
だってさ、ここにいる方でさ、読んだ方とかいるもん。読んだ方ってか、いや、なんていうの、呼ばせていただいた方いるもん。覚えてますよ。朝弱いな、朝マジ強いよ、朝マジ強い。私基本寝なくてもね、いけるんだよ。みんな1回なんだよ。でも私は3回取った。だから3回分みんなの名前を読んだ。それは覚えるわ。そう、そうですね。じゃあまたいつかこの企画があったらね。髪型めっちゃ可愛いね、ハートありがとうございます。撮り直しのやつみたい。でも私的には多分そっちの方がいい気がするんですよね。なんかちゃんと、だけどちょっとダメだったみたいですよね。でもまあね、もうね、今更あれなんですよ。だから遅いからまた来年あれしましょうって話。やっぱさ、こういうのってなんか後悔してからじゃ遅いんだなって思うよね、改めて。自分も思った。自分も思ったマジで。あ、こういうのってなんかその時に買っといた方がとか、その時にあの、なんか記念としてでもなんかそう、ご購入した方がいいのかな、いいんだなっていうのをちょっと思った。本当にあの、私も勉強になりました、今回の周年。人生の勉強になりました。学びました。そう、そうなんですよ。人生ふざけてる、もう充電ない、もう 10% しかないやと。どうしよう、もういいや、ちょっと 5% ぐらいでやめよう。ニューエラの帽子買わなきゃ、買ってください。あれもう充電器持ってないので、ここに。キミちゃんがバックダンサーしたの何の曲だっけ？純情主義だよ。みんなももたん配信してるらしいよ。でも2000人も来てくれてる。すごいっすね。あさっては公演です。S 公演です。タワーだらけだった、ここちゃんとこ。いいね、昇格したもんね。それおめでとうだね。ココナはいいか。まあね、研究生ってすっごい楽しいけど、まあまあなんか普通にね、あれですもんね、大変ですもんね。こうやってると顔白くなる、ほら。ココちゃんとこにタワー投げてここに行きました。いや、お金持ちやん、お金持ち。ごめんなさい、本当今の発言はいけなかったと思いました。反省しました、ごめんなさい。終わっちゃった、終わっちゃったもう。ごめんね。やばくない？でもタワー立ててさ、秒でタワー立ててさ帰ってきてる、来るんだよ、ここに。すごくない？本当に
実際すごくない？だって私タワなんか立てれないもんな。今ココナの配信見に行ってもタワ立てれないもんだって私。まあみんなおめでとうですね。自分も昇格したと、なんか同期の昇格を見るのが初めてだったから、なんか不思議な気持ちになりました。金持ちってダメなんだ。ダメじゃないですよ、ダメだけどちょっとあれだなって思った。不思議な気持ちになったし、今私の充電が切れそうなのもとても不思議な気持ちです。ないんだよね。まあ今日も生きてて偉いってことですね。まあ結論そうです。じゃあそろそろ締めです。はい、もう充電がもう何パーセントか分かんないけど、もう一桁しかないので。そっちは不思議じゃないやろ。いやめちゃめちゃ不思議やろ。なんか「あ、同期昇格してるやん、おめでとう」みたいな感じ。まあ終電楽しかった。あのショールームまたやりますって話。はい、閉めた。ありがとうございました。私もなんかおめでたいことあったかな。ないわ。三本締めはしません。まあ周年ありがとうございました。ありがとうございました。見てくれた方とか、あの買ってくれた方とかありがとうございました。スクショタイム、ちょっとほんと充電ないから、みんな急いで、巻きでお願いします。ほんと急いで。巻いて、取った？もう切るよ、充電ないから。もうみんなバイバイバイ。可愛いね、方向転換し始めてるでしょ。私もともと可愛くなかったん。ちょっと名前覚えちゃったで、今ちょっと名前覚えた。みんなの名前覚えたわ。ってことでさよなら。みんな明日からも頑張ろうな。バイバイ。ねえ、ちょっとまた間違えたらもうこれ配信終われんやん。一生どうする、どうしよう。あ、終われる。バイバイ。ツイッター